野々地自転車全国市区町村旅、旅279から292日目、2017年の12月23日から2018年の1月5日の自転車旅でございます。全体的に言うと、三重県、兵庫県、そして西日本、九州、西日本、四国、そして、滋賀県に行く自転車旅の、今回はですね、もう何日目か分かんなくなっちゃったけど、最終日の手前と最終日をお送りいたします。前回の動画でどこまで行ったかっていうとですね、四国のね、徳島県まで来たんですよね。で、こっからまあネットカフェで泊まってて、自転車に乗ってですね、駅まで行って、そして輪行して高松の駅まで行って、そこから船に乗って直島っていうところに行ったんですね。まあ直島ね、ちょっとに自転車でぐるっと回ってね、そしてまた船に乗って岡山県の宇野港ね、玉野市っていうんだね、まあそこで船を乗り換えるわけですね。そして小豆島、小豆島は香川県ですね。小豆島をちょっとぐるっと回ってね、2つの町があるんですけどね、なんだこれ、遠野省、これ王が入るよね、きっとね、多分。こうじゃないのかな、遠野省だよね、多分遠野省だと思います。間違ってたらごめんなさい。遠野省町で、小豆島町を行きますね。で、遠野省町から船に乗って、岡山県の備前市、そしてそこから輪行して、京都府の京都市の山科の駅の近くのネットカフェに泊まって、そして最終日はね、そこからまた輪行して、大津市のね、どっかまで行って、西湖線のね、どっかの駅まで行って、湖西線か。そこから自転車に乗って、一回ね、渡ったことはある琵琶湖の橋を逆から渡って行って、で、守山市から帰っていくということですね。徳島県のね、徳島市のネットカフェからスタートして、輪行してですね、高松から船に乗って直島というところに来ました。そして宇野港で乗り換えてですね、小豆島に向かっていきます。小豆島をぐるっとね、まあ一周はしてないんですけどね、とにかく自転車に乗ってですね、そして、岡山県の備前市の方に渡っていくんですね。もう一つのこれね、高松港ですね。こっから船に乗って、直島の方にね、瀬戸内海を、ね、船で渡っていきます。ちょっとね、文字が潰れて読みにくいんですが、まあ雰囲気だけで紹介していきます。直島はね、ただね、島を横断してね、往復しただけでしたね。ごめん。まあ、時間がなかったんですね。そして、宇野港、岡山県の宇野港で乗り換えて、なんかね、このね、処理がね、難しくてね、ここでゆっくりになってしまってんですけどね。まあでも、宇野港ではね、すごい、まあ多少待ったかな、乗り換え時間。まあ、瀬戸内海の旅ですよ。そして香川県のね、小豆島に上陸して自転車に乗りましたね。本当はね、横に行って上に行きたかったんですけど、道間違えてね、乗ってきた方に戻っちゃってですね、本当は上にスッて抜けたかったんだけど、道を間違えてしまってね、あれ来たところに来たなみたいなところになってね、
しょうがないんでね、ぐるんとね、海岸線をね、ぐるっと行きましたね。早くね、港に着いてね、魚釣りやりたかったんですけどね。まあでも、全然釣れませんでしたね、どっちみちね。で、船に乗って、備前市の方にこうやって渡っていくという感じですね。で、次の日、ネットカフェね、京都府のところで泊まって、そして小野駅までね、臨行して、そして自転車に乗って琵琶湖を渡るんですね。以前ね、逆方向で通ったことがあるんですけどね、今回はこのピンク色の方ですね。で、渡ってからちょっと南の方にずっと降りていってですね、森山という駅からね、東京に帰っていくという感じになっておりますね。そしてね、今回の旅が終わっていくと、まあこのね、自転車のルート的にもね、森山まで行くとね、ルートがつながるということになっております。まあ何週か該当しないところばっかり旅してましたけども、最終的にはね、このルートがつながるという、そういう自転車旅ということで終わっていくということでございますね。ですね、これはね、徳島県でございます。徳島県の徳島駅に早朝の電車で青春18切符に出します。乗る前にね、なんか食べたかったんですけどね、アイスしか買えませんでしたね。そして高松港からね、船に乗っておりますね。直島というね、小さい島、520円で船に行こうと思いますね。まあ、小さい島なんですけども、小さい行政区なんですよ。直島町っていうんだっけな。遠くの方に瀬戸大橋見えましたね。橋を渡らずに、まあ、前々日はあそこ渡ってきたんですけどね、船でね、瀬戸内海の船旅をするのもいいじゃないですか。で、直島なんていうね、ちっちゃい島があるなんて初めて知ってですね、行くのがね、自転車乗ってみたいなと思ってですね、今回行ってみたわけですね。やっぱね、青春18切符のね、回数が決まってるんですね。利用しつついろんなとこ行きたいということになると、こういう感じになっちゃうんですね。で、直島ですね。まあ島をね、往復して横断するだけです。直島の町役場ですね。昔ながらの町並みが続いていますよね。なんとなくいいなと思いましたよ。まあ、なんていうんですかね、岡山県寄りなのかな。まあでも宇野港まで船に乗ったらすぐでしたからね、かなり岡山県の方まで迫ってんじゃないですかね。それなのに四国の香川県とかね、まあ広島県の方にもね、愛媛県の島々がね、近寄ってますから、まあ瀬戸内海というのはそんな感じになってるんでしょうかね。いいね、なんか町の島の町並み、まだ午前中ですからね、なんか朝早いっていう感じですよね、雰囲気的にね。あ、この後ね、小豆島にも行きますからね。ちょっと急いでくるっと回りました。
西と西の感じとかはさ、本州とか日本も変わらないんですよね。本当内陸、日本の本州の内陸の街ですよって言われても、あ、そうだねって思っちゃいますよね。でもここは瀬戸内海の中の島なんですよね。そしてまた輪行していきますね。今度は岡山県の玉野市のね、宇野港に向かっていきます。昔はね、連絡船が宇野港からね、高松まで行ってましたが、今は瀬戸大橋ができちゃってね、連絡船はなくなって、まあ船自体はあるのかもしれないけども、船と船に乗り換える時間があったのでね、自転車を畳んだままね、コンビニまで行って食べ物を買って、いや26日はね、重たいですよね。そうそうそう、ごめんなさいごめんなさい、こんな映像になっちゃった。カットしようか。カットいたしましたね。太陽光線が路面を照らしております。セブンイレブンで買い物が終わりました。そして船を乗り換えて今度は小豆島の方に向かっています。あそこにね、駅があるんです。昔宇野駅、あそこからね、船に連絡したら一回ね、連絡船の向かい島に行ってます。向こうの方にね、市役所が立っております。これ市役所でございます。多分市役所だと思います。またね、船に乗っていきますよ。岡山県の宇野からが、今日は香川県の小豆島に渡っていきます。まあ、途中にはね、いろんな島があるんですよ。瀬戸内海って本当に島が多いんですよね。まあ、島一つ一つに寄っていきたいなっていう思いもあるんですが、結局のところからかかってしまいますからね、なんとも言えませんね。これで小豆島ですね。東の省庁、東の省庁だっけ、東の省、東の省、東の省庁、これね、海峡なんです。今の川みたいなやつが海峡だったんです。島と島が迫ってます。あ、これかな、どこがそんなのがあったんですよ。そして小豆島町っていうね、町があって、そっちの方にまず行くんですよね。鳥居が立っていたりね、島の町並みなんかいいですよね。なんか綺麗ですよね。もうほとんど河口付近で海っていう感じですけどね。まあゆっくり滞在して魚釣りもしたかったね。なんか東京に住んでるとさ、あ、まあこれ小豆島町の役場ですね。東京に住んでるとね、やたらと、なんだっけ、やたらめったらに、あ、これ、ここ棚田ですね、棚田。このね、棚田を通ってるときに道に迷ってしまってね、気がついたらね、上陸した美濃田の方に着いてしまいましたから、やべえなと思いました。また坂道登ってね、引き返すのも嫌だなと思ったんでね、その後は海岸線沿いに行きましたね。まあ、東京でさ、ボートテレビ見てると、小豆島たまに出てくるとさ、必ず、何でしたっけ、小さいブルベリーじゃなくて、なんだっけ、なんとかを忘れちゃったよ。オリーブだ、オリーブ。オリーブのさ、宣伝が激しいじゃないですか、あれが対面だと。
でも小豆島や上陸するとね、そんなブルそんなので全然見かけないんだよね。テレビを流すことの影響の大きさをね、しみじみと感じましたね。テレビから入ってくる情報っていうのは偏ってんだなってね、思いました。そしてこれね、オーブ港ね、オーベ港。ここでね、ちょっとだけ魚釣りやったんだけどね、全然、まあ潮の満ち引きの関係もあるんだろうけど、ちょっと釣れなかったな。ちょっとしか時間なかったね。ここのね、あの船券を売ってるおばちゃんはね、再放送の相棒に夢中でね、ちょっとやっつけでしたね。なんかね、作業がね、いいとこだったんでしょうね。で、船が近寄ってきましたね。で、船へね、で、対岸は岡山県の備前市でございますね。備前市のね、日の日って書いて、生きるって書いて、日なせ湖ね。で、備前線っていう地があるんですよね。日なせ駅っていうのがあるんで、そこから、青春18キップリンクをしますね、ここですね。そこから、こうして、地元府の、京都市の、山科区までですね。これ、山科駅になります。山科の駅の近くにネットカフェがあって、そこに泊まります。ここもね、何回も泊まってるネットカフェですね。で、次の日の朝ですね、小野という駅まで、琵琶湖の太いのね、滋賀県の大津市のね、駅、小野駅から、自転車に乗って、琵琶湖を渡っていきます。いやー、寒かったね。この手すりみたいなところでね、潮が降りてるってですね。対岸ね、森山市ですね。ちょっと南の方に下っていってから森山の駅まで。2018年の1月5日でございます。旅としては、14日目、2週間の旅でございます。琵琶湖からだんだん遠ざかっていきますね。海岸の京都と東の県境の山々も見えてますね。1月5日、森山駅まで自転車で行って東京に帰っていきます。森山の駅ですね。から青春18切符リンクをして東京に帰っていきます。これはね、もう前原からね、大垣方面に向かっている時ですね。特急電車日田号、大阪発の日田号でしたね。これはね、垂水線かはいつも分からなくなっちゃう。大垣駅からね、出てるやつですね。ローカル私鉄、これ JR 東海のね、各駅停車、快速かな。これ豊橋で買ったやつですね。いつも豊橋でね、あんこ巻き、これはね、どっかだな。まあいいや。
写真とビデオでは、時間の関係性がで前後いたします。これ直島ですね。13日目の直島に行く船でございますね。そこからまた順番に見ていこうと思います。船に乗って高松港から出発して香川県内の直島という島に向かっております。四国の町並みと山々が見えております。空はいい天気、海とともに青い色をしております。どことなく寒さを感じると思いますよね。1月4日でございます。多分ここはですね、直島だと思いますね。直島の漁港でございます。まだお正月明けたばっかりなんで、みんなまだ寝正月でしょうかね。どうでしょうか。もう漁に行ってんでしょうかね。初仕事なんて感じですかね。初漁でしょうかね。まあ静かな海でしたね、見た感じ。魚釣りしたかったな。やったっけな。でもね、次の船のね時間を気にしていたんで、そんな余裕はなかったかもしれないな。もっと簡単にね、安く泊まれたらね、もっといたいなとは思ったんですけどね。でもそんな旅行者を相手にしてたら、全然税金なんかも入っていきませんからね。誰も協力しませんよね。行政はね、どうやったら税金が回収できるか、それしか考えてませんからね。こういういろんなものが置いてありますけどね、全部行政指導ですからね。お金のない旅行者っていうのは惨めなもんですよ。渡世人の辛いところだ。そして、ね、直島からね船に乗ってですね、岡山県の宇野港ね、宇野港っていうのは岡山県の玉野市にありますね。瀬戸内海の船旅人工旅ですね。船輪行旅。なかなか瀬戸内海なんてね、来る機会がないんでね、船から見る景色じっくり見てね、通っていく 船の様子を見たりしておりましたね。瀬戸内海、そこはどこの海かい？瀬戸内海。いろんな島があるんですよ。人の住んでる島、誰も住んでない島なのかなっていうようなね、そういう島もね見かけましたね。まあ船自体はゆっくり進んでいくんですよ。ぼんやり眺めて、ぼんやり船の中を歩き回ったりしながらですね、船に乗っても酔えない自分、人並みに酔ってみたいと思いますな。空が真っ青ですね。あ、真っ青というか、ちょっと雲もあるけど、なんかね、もやってんですよね。まあ、船の排気ガス的なものが影響してるのかな。やっぱ冬なんでね、島の木の緑もなんか鮮やかではないですね。ちょっとそこは寂しいかもしれないね。まあシーズン的にはオフシーズンですが、
でもね、この時にはこの時の景色っていうものがありますからね。いい時だけの景色見たってしょうがないしね。どこにでも日常があるっていうことなんですよ。ひょっこりひょうたん島ですね。なんか形がね。どっかの島でさ、なんか鉱石、なんか石炭とかいろんなのがすごい取れちゃって穴ぼこだらけになった島とかあるんですよね。まあなんつうかな、なんとも言えないですけどね。いろんな島を見つつ、もうねこれね、宇野港はね通り過ぎてるね。もう宇野港で乗り換えて、小豆島に向かってますね。どうやらね、直島からね宇野港まではね全然すぐなんですよ。宇野港から小豆島が結構時間かかったかな。いろんな島も見えて、多分もうね小豆島に向かっている船から撮ってんだと思うんですよね。ゆっくりと船に乗りながら瀬戸内海の風景を眺めて、長い長い旅を振り返ったりしておりましたね。いい天気ですよね。港が見えて街並みが見えてくると、この島の暮らしのね雰囲気が伝わってきてるんですね。あ、でもここはもうね小豆島ですね。やっと小豆島にたどり着いて自転車に乗って旅をしております。港があって街並みがあると、そこからその街のね雰囲気が伝わってくるんですよ。まあ所詮旅人の僕は他人ですからね。旅をする人間と、まあそれを迎える職業についている人もいれば、それとは関係ない日常を送ってる人もいるわけでございますね。いろんな人間が一つの街の中を行き交っていくわけでございます。もうこれ日が落ちてきたんで、大べこ、大べこの近くですね。花見さ、花見さ、大部港のあたりの街並みですね。まあ船に乗るまでちょっと時間があったな。そういえばこれもう船に乗ってんのかな。船の上から撮影してんですね。いやー、小豆島もね結構大きい島ですからね。上陸した港とはねまた違う雰囲気の港から船で離れていきます。これは
山科の駅かな。多分そうだと思います。これ最終日ですね。最終日かな。まあでも夜明け前から出発したんで最終日。湖西線って書いてあります。湖西線って小野駅かもしんないね。これね、これもう森山駅ですね。森山駅まで自転車で来て、そして青春18切符リンクをこっから始まるんですね。前原行き、真っ暗な写真でしたね。これは前原駅かな。これね、3台目のカメラだね。3台目のカメラで撮った写真をまた最初から、最初っていうか、これ船乗ってる時ですね。これはどこの船かな。これ直島かもしんないね、まだ。さっきのは高松港で、これは直島かもしんない。そして宇野港から都農省、小豆島に行く船ですね。宇野港から乗り込んだ時に撮った写真じゃないかな。これが、大部港から日生港に行く時ので、日生の駅から青春18切符輪行で京都府に向かった時のね、駅ですね。で、最終日小野駅から自転車に乗って琵琶湖を越えて行きましたね。そんな感じで旅が終わっていきます。2018年の4月4日、昔作ったデータでちょっと間違ってるかもしれませんが、一応紹介しますね。2018年の4月4日13日目の行程でございます。四国の徳島県の徳島市のネットカフェからスタートします。駅まで行って青春18切符輪行をいたします。そして香川県の高松市の高松駅まで行って船に乗り換えていきます。サンポートフェリーの岩、そして香川県の直島町に行きますね。船から降りて自転車に乗って役場の前を通ったりぐるっと回ってからまた船に乗ります。岡山県の玉野市のね、宇野港ですね。宇野港で船を乗り換えると。そして香川県の、東野省、これ王が入るんですよね。都農省町そしの、から、自転車に乗って役場の前を通って小豆島町に入って役場の前を通って行って、そして東野省町の、大部港から船に乗ります。岡山県の備前市の日生港まで行って、そして、駅からですね、青春18切符輪行で京都府の立科まで行きましてですね、でネットカフェに泊まります。そして最終日ですね、14日目、ネットカフェから出発して輪行してですね、青春18切符輪行して滋賀県の大津市22周目のエリアに入ってきましたね。小野駅という駅があります。ここから、自転車に乗ります。もう早朝でですね、もういてつくような寒さの中、橋を渡ってね、琵琶湖を渡って、森山市
21周目のエリアですね。そして、自転車ルートをつなげるように守山駅まで行きまして、そして東京に帰っていくということでございますね。徳島県のね、徳島市のネットカフェからスタートして、臨港してですね、高松から船に乗って直島というところに来ました。そして宇野港で乗り換えてですね、小豆島に向かっていきます。小豆島をぐるっとね、まあ一周はしてないんですけどね、とにかく自転車に乗ってですね、そして、岡山県の備前市の方に渡っていくんですね。もう一つのこれね、高松港ですね。こっから船に乗って、直島の方にね、瀬戸内海を、ね、船で渡っていきます。ちょっとね、文字がつぶれて読みにくいんですが、まあ雰囲気だけで紹介していきます。直島はね、ただね、島を横断してね、往復しただけでしたね。ごめん。まあ、時間がなかったんですね。そして、宇野港、岡山県の宇野港で乗り換えて、なんかね、このね、処理がね、難しくてね、ここでゆっくりになってしまってるんですけどね。まあでも、宇野港ではね、すごい、まあ多少待ったかな、乗り換え時間。まあ、瀬戸内海の旅ですよ。そして香川県のね、小豆島に上陸して自転車に乗りましたね。本当はね、横に行って上に行きたかったんですけど、道間違えてね、乗ってきた方に戻っちゃってですね、本当は上にスッて抜けたかったんだけど、道を間違えてしまってね、あれ来たところに来たなみたいなところになってね、しょうがないんでね、ぐるんとね、海岸線をね、ぐるっと行きましたね。早くね、港に着いてね、魚釣りやりたかったんですけどね、まあでも全然釣れませんでしたね、どっちみちね。で、船に乗って備前市の方にこうやって渡っていくという感じですね。で、次の日、ネットカフェね、京都府のところで泊まって、そして小野駅までね、臨港して、そして自転車に乗って琵琶湖を渡るんですね。以前ね、逆方向で通ったことがあるんですけどね、今回はこのピンク色の方ですね。で、渡ってからちょっと南の方にずっと降りていってですね、守山という駅からね、東京に帰っていくという感じになっておりますね。そしてね、今回の旅が終わっていくと、まあこのね、自転車のルート的にもね、守山まで行くとね、ルートがつながるということになっております。まあ何週か該当しないところばっかり旅してましたけども、最終的にはね、このルートがつながるという、そういう自転車旅ということで